皆さんどうも、高むです。それでは早速、両都市を都市景観から比較していきましょう。まずは、愛媛県松山市、JR 松山駅前です。この町は地元の私鉄、伊予鉄が強いために、松山駅というのはとてもとても小さなものになっていまして、駅周辺というのも小さめのビルが多少立ち並ぶぐらいです。対するは、香川県高松市、JR 高松駅前です。 こちらの駅、四国各地や岡山とのアクセスが良く、高松市の玄関口として駅周辺も栄えています。高松シンボルタワーという四国一の高層建築物があったり、駅北側はこれから再開発の予定も立っています。現時点でも駅周辺、中層建築物や人も多いですよね。駅の乗降客数も圧倒的に四国で一番です。それではこれから駅前、駅から中心市街地に向かう大通り、 といいううのを見ていきまましょうまずは松山市ですこのように JR 松山駅というのが中心市街地の少し外れにあるような関係でなんだか都市景観からもそれがが伝わってくるよような気がしますよね先ほども申し上げましたように伊予鉄の電車が強いですからこのように路面電車そして普通の電車っていうのも両方見られるそういう駅前になっております。 このように道路自体は大変広くてですね、中心市街地に近づいていくごとに、なんかオフィスビルもかっこいいものになってきているような感じがしますよね。あと、車もですね、たくさん走っていまして、だいぶ中心市街地近づいていきますと、このようにホテルですとかオフィスビル、そしてマンションというのが増えてきたような感じになります。で、逆に中心市街地から JR 松山駅に戻った時の映像っていうのもご用意しておりますが、 このように、まあ、お塩のお堀みたいなものとね、ビル群っていうものが合わさった、とてもかっこいい都市景観になっておりました。それでは、今度は香川県高松市の方の駅前見ていきましょう。JR 高松駅というのは、海沿いにあるわけですが、そのあたりから、中心市街地に向かって、国道35線中央通りというのが南北に通っております。で、この高松市もですね、これ、ことでん、 の電車っていうのが市内を走っておりますので、その駅が駅の東の方に埋められるといった風になっております。で、これは国道35線中央通りを南に下っておりますけれども、先ほどの松山市に比べまして、より駅周辺でもオフィスビルの数が多いような感じがしておりますよね。まあ、駅の横がすぐ海ということもありまして、港もあるんですよね。 そういったことからこのように駅周辺っていうのが松山市よりももしかしたら強く映るのかもしれません。それではですね、今度は私鉄の中心駅前っていうのを見ていくことにします。まず松山市です。松山市というのは伊予鉄の電車が広く通っていまして、その中心駅松山市駅というのがデパートの高島屋にくっついてとても大きく存在しています。続いて高松市です。 高松市も同じように大型の商業施設の建物にくっついて中心駅というのが見られるようになっております。またメインストリートから少し離れたところで大型商業施設内に駅が構えられているというのも共通点かもしれません。で、この施設の前にはこのようにデッキというものが設けられていまして、まあ、先ほどの高島屋の建物もとても大規模だったんですが、こちらの方がより 都市的なな構造をししているよような気はしますよねあと横に別で商業ビルもあったりしますしまあ松山市駅周辺もお店たくさんありましたけれどもねそれではこれから町の中心部のアーケード街を比較していきたいと思いますまずは松山市です大街道というアーケード街がですね南北に通っておりますこのように大変広いアーケード街になっておりまして とても看板目立っている大手のお店っていうのがたくさん見られますよね。まあ、この辺りがその松山市のアーケード街の中でも大手のお店が大きく現代的な景観が強く見られるところになっております。このように少し離れたところにはドン・キホーテなんかも見えておりまして、 で、そういったところから南に歩いていきますと、これ、銀天街というのが奥にありますが、で、さらに行くとね、あの、四国で唯一の地下街というのもあります。松地下タウンというふうに書いてありますが、ここが松山市中心市街地で最も強いところだと思います。アーケード街からすぐエスカレーターで降りれるようになっております。で、それに対しまして、今度は高松市のアーケード街を見ていきたいと思います。 高松市のアーケード街に関しましては、日本一長いアーケード街であるという情報を聞いたことがありまして、その通り、とても長いために私も全てを歩き切った記憶というのがないんですが、今回はですね、特に大手のお店が並ぶ洗練されたエリアというのを見ていきたいと思います。今も、交差点角にたくさんのブランドショップというのが並んでいまして、そこから南に進んでおりますけれども、 屋根というものがとても新しくて、なんか太陽光が入ってきやすいような作りになっていて、おしゃれで洗練された街並みという印象がとても強い気がします。中に入っているお店もですね、まあ、アパレルショップとかおしゃれなものが多いような気がするんですが、ただ少し南に行きますと、 このように、まあ、松清とかね、無印良品スタバなど大手のお店も見られておりますが、まあ、ローカルな老舗のね、お店というのを混じってくるようになりまして、特に両者が同じような場所で混在しているっていうのが面白いところだと思います。で、さらに南に行きますと、このようにかなり新しめに開発されたんだろうなという商業エリアみたいなものが見えてきまして、丸亀町グリーンというところだそうですが、 アーケード街に複合商業施設が融合したような見た目というのがとても都会的でしたよね。で、高松市に地下街はありませんので、国道の地下歩道を移しておこうと思います。で、これからですね、街の中心部、メインストリート、そしてオフィスビル群のあるエリアというのを最後にご紹介していきたいと思います。まずは松山市になります。この辺りがですね、アーケード街が通っているところの少し北側になってくるんですけれども、 まあ銀行の建物ですとか県庁、市役所などの館長街が見られたりといった風になっていましてその東の方がですねはいこの辺りは県庁なんですけれども東の方になってくるとホテルですとかさっきの大街道のアーケード街のところになっていきましてこの辺っていうのはまあそういう館長街的なビルとあと商業系のビルっていうのが両方あるんですけれどもそれぞれね なんかエリア脇自体はされているような、それらが隣り合っているような、そういう場所になってきていまして、このあたりが松山市中心部であると言ってもいいでしょう。道路も路面電車があって、片側2車線でとても広く、このように三越というのも道路沿いにある感じになっております。まあ松山市は四国最大都市ですが、 景観計画というのがしっかりしている感じで、まあ、無秩序に都会的になっているというよりは、本当に綺麗で整っている街並みというのが、中心市街地には広がっている感じになるんですね。まあ、この辺りがアーケード街の出入り口付近だったりします。で、今度は香川県高松市のメインストリートというか、ビル群が集まっているところと言いますかね。そういったところを映していきたいと思います。この道路も先ほど歩きました。 中央通りりになっっていまして、ていいままししし国道重複るんですす。が、まあ、11号線の区間だったりしますこの道路沿いっていうのはたくさんオフィスビルが並んでいる景観になっていまして、まあ、四国最大都市と言われる松山市よりもなんか道路沿いにたくさんビルが並んでいるという雰囲気が強いんですよねですから、まあ、四国最大都市というのは公式には松山市として言われているんですが このような街並みから高松市の方が都会なんじゃないかっていう説も結構多いような気がしておりますし、私もなんとなくね、高松の方が栄えている雰囲気っていうのを歩きながら感じることは正直多いです。また松山市は昔ながらの都会、高松市は新しい町というふうに見られることも多いようで、これは空襲を受けたのが高松市の方が損害が大きかったことも由来しているようです。 ということで、両都市の比較以上になります。愛媛県松山市、香川県高松市、あなたにはどちらが都会に移りましたでしょうかご視聴ありがとうございました。